皆さんお世話になっております。日本ハンドボールリーグ事務局松井でございます。帝国と過ぎましたが、お揃いのようですので、定例の記者会見、メディアブリーフィングを始めさせていただければと思います。本日は、代表理事芦原と事務局松井が出席をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ウェブの方は、そっちで映してる？こっちで映す。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。まずはじめに、今理事会が終わりまして、理事会から、皆様に対しての、決議事項公開情報のみをちょっとお知らせをさせていただきます。ごめんなさい、先立ちました。代表者から、はい、ご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。すいません、暑い中、そしてメジャーリーグはね、オールスターとかやってるのがお越しいただいてありがとうございます。今日午前中理事会の方、10時から開催して10時から開催して、つい先ほどまで、やっておりました。で、今日は開示可能な事項に関しまして皆さんにちょっとご説明させていただければと思います。冒頭ちょっと一言だけですけども、無事この1ヶ月ですと7月2日にですね、開幕いたしました。開幕の状況っていうのはまた数字で後ほどご説明させていただきますけども、軒並み昨年よりもいい滑り出しかなと捉えています。一方ですね、リーグの公式でもお話発表してますけど、やっぱコロナがもうものすごい勢いで、もう第6波と比較ならないぐらい速いスピードで、かつ、1人が感染すると、かなり多くの人に感染してしまう状況で、その対応でかなり EU 事務局、バタバタしている1ヶ月でもございました。あと将来構想に関してですね、 C リーグのところも同時に今動いてまして、昨今ですと北陸電力さんが法人化してみたりとか、そういった新しい動きも出てきた、バタバタした1ヶ月だったなと捉えております。今日いくつかちょっと丁寧に報告させていただければと思ってます。それでは1つ目が実行委員会のところですかね。はい、実行委員会のところは映せます、映せますか。スピーカー全部オフにしちゃって、パソコンのスピーカー、今回は2名の実行委員の方が変更になっております。1人が北陸電力の方ですね。今回法人化になって伴い、また実行委員の方も変更になっております。もう1人の方が琉球コラソン、今まで GM の方が出られてましたけど、社長の方に水野さんに変わっております。一般的にこの、J リーグも B リーグもそうですけど、法人化した組織は、代表取締役で、常勤の方が出られるのが、一般的な、なんですけど、今回コラソンの方も、社長自ら出てくるような流れになっております。ここは一応報告なので、はいはい、次、前のページが、はい、各チームの各実行委員の皆さんの一覧は今画面に映し出させていただいている通りになりますので、ご確認いただければと思います。次行きましょうか、はい、よろしいですね、はい、次の件がですね、去年、アースフレンズ、あと、香川銀行が参入、JTL 参入になりましたけど、去年私参入審査させていただいて思ったんですけど、今までの、審査基準という、要は JHL 側の方ですね、やっぱり一応項目あるんですけど、かなり抽象度が高い、かつ4項目ぐらいですね、練習場をちゃんと利用してくださいとか、財務基盤しっかりしてること、結構抽象度が高い表現だったんで、今回ですね、もう少し具体的に審査基準を設定しました。C
新リーグの方ではなくて、JHL 側の方ですね、側の、まあ、審査基準になります。いわば実業団リーグの方ですね。で、具体的な内容が、まあ、新リーグの参入基準と対比で分かりやすいように構成されております。新リーグの時も8要件あったと思うんですけども、同じような8要件という括りの中で、一個一個の具体的な内容というのが、まあ、新リーグと、まあ、違う基準になっているという流れになります。ズームの画面を映しちゃう。で、大きなポイントはまあいくつかあるんですけど、一番大きなポイントは、まずアリーナのところですね。アリーナを300人以上入る、まあ、アリーナを用意してくださいと。新リーグでは1500人です。あと、新リーグの場合8割の、まあ、ホームアリーナ確保ですけども、JHL の場合は別にその基準はございません。何割でも大丈夫です。あと、土足に関しては、本当は禁止にしたいんですけども、まあ、なかなか実情難しいところなんで、新リーグは土足禁止ですけど、この JHL の方は土足推奨。共通してある項目っていうのが、冷暖房ですね。冷暖房はともに、当然選手たちの、非常に生命に関わりかねないぐらい大事なところだと思うので、そこは当然、マストという形にしております。あと、具体的なところで大きいのは、ユースのところですね。ユースは新リーグは義務化ですけども、J2 の場合は義務化してないです。あと、需要の要件に関しても、新リーグのはまあいくつか条件ありますけども、基本的な事業要件設定というのはしておりません。あと、チーム名も同じですね。要件設定はしておりません。必ず、新リーグが地域名を入れることとありますが、まあ、要は基本的に思想が地域、ファニーをベースにやるリーグなのか、まあ、いわば今までの、福利厚生を主体とした、まあ、いわば実業団リーグかという大きな思想の違いの中で制度設計だったり、もしくは参入基準というのが大きく異なってくるような設計になっております。で、この要件はですね、あくまでも既存の今の加入して23チームは適用にされず、新しく入ってくる参入希望されるチームに対して、適用されるルールになっています。で、今後ですね、想定されるのが、新しいチームも新リーグに入りたい、だけど新リーグもし入れない場合は JHL 入れるのかっていう、まあ、ご質問あったりするんで、今回新リーグも JHL 側も両方とも参入基準と明確にしてもさせていただいて、新規加盟チームが、まあ多分両方申請していただく方が多いと思うんですけど、という流れになっていくと思います。ズームに入ってる。ズームに入ってる。映らないな。で、具体的な要件はまた公式ホームページでも発表させていただきますし、皆様にも資料で、ね、お渡しできればと思います。ごめんなさい、ちょっと今バタバタで最後会議終わったので、ちょっと準備できなくて申し訳ないです。はい。加盟要件のところですね。はい。今お話したのはここになりますね。まあ、リーナのサンドはまあよくて、チーム要件はなし。で、あるいはそこは今申し上げさせていただいた内容。あと、まあ、当然財務は一定期間ないとダメですよということと、あと協会の支援書、都道府県協会ですね。そこも今までは提出は求められてなかったですけど、やっぱり県協会の方々の支援がないと、工業というのは成り立たないので、そこはまあ義務化しております。あと、今ご説明させていただいていきますと、もう一つあれですね、統一契約書。
アマチュアの統一契約書を必ず提出するというふうにさせてもらっています。今ハンドボール界統一契約書がないので、例えばの話ですけど、所属権の帰属がどこにあるかというのも、まあ、非常に曖昧になっているような状況なので、今回これを機に、まあ、ちゃんと権利名も含めきっちり整理していきたいというふうに考えております。何か補足ありますか？はい、ありがとうございます。毎年6月というところで、前旧の日本ハンドボールリーグ機構というところでは、6月末に申請書類を、すべての申請書類をいただいて、そこから審査をするという流れが、踏襲されてました。で、まあ、今回8月末に新リーグの方の加盟の、申請書類もすべて提出するということですので、今シーズンに関しては、次年度以降の加盟チームは、8月末ということで、今回書類の期日を設定させていただいております。で、次年度以降はまたこの書類の提出期日等々が変更になってくる可能性があるんですけれども、基本的には今シーズンに関して、このような形にしております。で、あくまでも今回その新規加盟チームの括りは、今の現状23チームの外側のチームですので、23チームに関してはこの加盟要件は適用しないということになっています。で、まあ今の日本リーグに加盟しているチームは基本的にこの要件は満たしている前提には立ってますので、漏れているチームはないかなというふうに思っています。で、まあ、チーム名の要件ですとか、それからのユースチームの保有するしないというところの要件、事業要件とかのところ、まあ、設定しないというところにはなってはいるんですけれども、審査対象の項目ではないということですので、後々、新リーグの方に参入したいということを前提としたチームは当然ながら設定いただいても構いませんし、ユースも当然ながら JHL 継続して JHL に参加するチームも保有いただいても構いませんというところになっています。ただ審査の対象ではないということの表現として、今回設定しないという表現を使わさせていただいています。以上です。ご質問を聞きました。はい、何かご質問等ございますでしょうか。ここの部分について。これ余談ですけど、まあ、一つ自分の中で思ってないかって、他の競技団体もそうなんですけど、比較的やっぱり参入基準って緩めが多いんですよね。でそれはなぜかというと、日本のスポーツ界ってみんなチーム数をとにかく多くすることが、まあ、絶対的に、まあ、正しいと思ってやってる競技だったら非常に多いと思います。で私もチーム数が多いのは基本的にいいとは思うんですけど、その基準が曖昧なまま増やしても良くないのと、あとチーム数増やす側の裏側のロジックは、結局リーグの財政が厳しいから、要は年会費および入会金でやっぱ財政を増収にしたいというのがあるんですね。でそういうのをどんどん繰り返していくと、やはり、全体のやっぱリーグとチームの全体のやっぱりこうバランスだったり価値っていうのが、まあ、毀損する可能性があるので、まあ、今回は別に厳しくするってるつもりはないんですけど、やっぱ適正な明確な基準を置くことによって、ちゃんと厳密に審査して、入会していく流れを作っていきたいという思いが。はい、ケシブネバメです。お願いします。ちょっとさっきの資料をごめんなさい、後でもしいただけたら確認すればいいんですけど、はい、その JHL のリーグ要件で柏原さんだけ土足推奨としてましたっけ。土足推奨、推奨です。今は土足でいいんでしたっけ。今は特に厳密には規定されてない、土足に関しては。あ、でその新しい今の JHL で今度新たにリーグ規定は土足でいいですよっていう、まあしょうがなくっていう。新しいリーグ土足ダメなんでしょうけど。ダメです。土足が丸ですね、ごめんなさい。どっちですか。ああ、そういう意味で丸です。要は普通に靴で入れるってことです。どっちが、新リーグは新リーグですよね。はい、そうですよね。ごめんなさい、逆ですね。また正解が申し訳ないです。交代したのかと思って。逆です、ごめんなさい。はい、お願いいたします。フリーランスお疲れです。はい、はい、今回のその JHL のその固有の審査基準、まあ抽象度が高いから
改めて設定したということですけど、逆に言うといくつか問い合わせが具体的にあったのかなってちょっと思ったんですけど、そこは結構多かったんですか、新リーグよりその既存のチームじゃなくて外部のチームからちょっと今度 JHL ハンドボールリーグに入りたい、だけどどんな感じなんですかねみたいな問い合わせが結構あったから改めてそういうのを作ったってことかなとちょっと思ったんですけど、そういった問い合わせってことあるんですか。あの数件あります。あの今現加盟チーム以外でも、まあ、基本的には新リーグに関する問い合わせですけど、あの検討されてるっていうのはいくつかいただいてますね。はい、あと、まあ、この場で聞く質問なのかどうかわかんないんですけど、先ほどチームウェア条件設定をしてませんっていう説明ちょっと言われてましたけど、まあ、先日さ、ね、なんか今日来られてないんですけど、大島さんが記事に書かれてラグビーリーグワンに関する名前どうなのみたいな、名前問題提起された記事がされてましたけど、あれって結構やっぱ新リーグやるときに結構重要な要素かなと思ったりはしたんですけども、そこは何文字ないとかなんかそういう規定とか早めに設定しといた方がいいんじゃないかなと思ったりしたんですが、そこら辺。あ、もうおっしゃる通りで、あのそのラグビーが問題化する前にもすでにハンドボール界にもすでに話し合ってて、あの正式名称と略称でそれぞれ文字数制限してます。ああ、する予定です、もちろん。やっぱ長いと覚えられないと思うんで、おっしゃる通りだと思います。決議事項以外の質問でもいいですか。どうぞ。あのコロナは今あのここまでに消化した試合もしくは今決まっている試合の中で、観客の入場制限をして行っている試合は特になかったですか。今のところないですね。はい。あの普通に 100% の客入れでやる。はい。あと、あの新リーグの、あの梶原さんの将来構想委員会の方ですけど、ここまで の, この会議の進捗とか、現在、あの議題として話し合っているアジェンダとかあれば、ちょっと教えてもらいたいです。はい、先週実は第1回目を対面でやりました。で、7月の16日にやりました。で、全ての皆さんちょっと出席かなわなかったんですけれども、リモートそれから現地での、あの参加含めて、開催しております。で、最初の回はまあ、スコープの確認をさせていただきました。まあ、制度設計委員会でどこまで の, あの範囲内を、受け持つのかというところです。それから制度設計委員会自体がどういうヒエラルキーの中に位置づけられているかというところのまず確認があります。基本的には理事会それから実行委員会というヒエラルキー、会議体のヒエラルキーの中で、私たちの制度設計委員会は実行委員会に対して制度設計案を提案するというのが基本的な位置づけですよというところになっています。で、第1回目でしたので、まずまあ、ブレインストーミング的に私たちが考えているスコープに対してどういう課題があるのかというところの洗い出しをさせていただいたのが一つです。当然ながらその事務局としても事務局案を持って会議台には臨んではいるんですけれども、これ見えてないところであったりとか、チーム自身それぞれのお立場の中で例えば監督だったら監督としての知見であったり、チームのオーナーサイドとしての知見であったりっていうところで、制度設計していくと複雑に絡み合うところがどうしても出てきます。例えばプレーオフの設計を考えると、どうしてもじゃあセギュラーシーズンどういう設計でプレーオフというものにつなげていくかとかですね、それから移籍というものに関しては、今までその実業団の中では当然ながら退職それから新規の入社というところが絡んでくるので、そもそも移籍という概念をどういうふうに設定するのかとか、あるいは当然ながら協会が移籍のルールというものを設定していますので、そことの関連性だったりとか、まあ、そういったところの洗い出しというものをまず第1回目にさせていただいたというところです。で、その次に関しては、まあ、大体2週間ぐらいのスパンでオンラインでやっていきましょうというところで、
意見交換をして事務局で質問を叩き台を作って、で、セルセ金会に投げる、まあ、キャッチボールをしていくというようなタイムラインで進んでいくのかな、進んでいきますというところはお話をしました。なんか私出て出席、あえて出席してないですけど、なんか熱く議論してたみたいです。特にあれでしょ、要はレギュラーシーズン、シーズンの時期とかがそうですところが結構熱い議論が、本当に2月にいいのかと、多分そういった議論があったんじゃないですか。そこはありましたね。まあ、2024年の2月というか、2024年というのがすごくこう過密なシーズンということが、本当にこう我々が2021年に新陸コース発表してから、いろんな情報がこうアップデートされて出てきたんですけど、一つはまずアジア競技会が移ったというニュースが本当に今日の午前中飛び込んできました。9月の下旬から10月の8日ですかねっていうところで、本当にもうホットに今日の午前中飛び込んできたのと、まあ、当然ながらアジアオリンピックコミッティが、各種競技の、オリンピック予選とも調整をしているという書かれ方を原文の中でもしている、英語の文章の中でもされているので、そうなると、ハンドボールのアジア連盟が主催するオリンピック予選がどの時期になるかというところも当然我々視野に入れていかなければいけないのかなというところがあります。で、まあ、そういったことから考えると、ハンドボールの場合2年に1回世界選手権が来ますし、4年に1回当然その間で、オリンピックも来ますので、まあ、そういったところを踏まえて本当に日本が2月、9月のシーズンがいいのかっていうところと、やはり社会に合わせる形でシーズンを構成するのがいいのかっていうところで、当然ながらそれと他競技との、アリーナの奪い合いといったところも踏まえた条件が本当にこのシーズン策定に影響が及ぼすのかっていうところの議論は結構抽象度高い話から現場レベルの細かい話まで、しました。当日はなんか選手名どれか忘れてますけど、ツイッターでなんか日程だけはなんとかしてほしい、ヨーロッパに合わせてくれみたいな、なんか1ヶ月ぐらいですかね、なんか投稿みたいな記憶があるんですけど、やっぱりなんか選手側もすると、はい、やっぱそういう基準、世界基準に合わせた方がやりやすいと思うのかなと思ったりします。当日の会議でも出たのが、ヨーロッパが、まあ、当然ながらヨーロッパ9月に始まって、6月に終わる、ファイナル4が6月の上旬、まあ、5月の下旬に終わるというスケジュールですけど、それに合わせるとどんなメリットがあるのかっていうところをまず我々が理解をしないと、多分プロスコースだったりメリットデメリットの話ができないのかなというところは当日話し合いましたね。で、一方でその外国人選手が日本に来やすくなるとか、あるいはその日本人選手が外国に出やすくなるっていうところが、その個人の働きと、いわゆる全体最適っていうところとの関連ですとか、まあ、そういったところも話し合いました。まあ、大事な話なのでちょっと補足説明すると、まあ、一応今まで実行委員会とか理事会では何度か議論しています、時期に関しては。で、当然今の9月開始、8月9月開始の案と、まあ、2月開始案があって、まあ、メリットデメリットで丸バツ表を作るどっちがいいねっていうのはしてます。で、理想的にはもうおっしゃる通り、まあ、本当はヨーロッパのリーグに合わせた形でやる方が選手の移籍なんかもスムーズですしいいっていうのは分かってるんですけど、まあ、一方9月開始の最大のデメリットは、まあ、結局代表活動を含め特にアジア連盟に関する試合はもう本当に直前に日程決まったりっていうんで、やっぱ試合スケジュールが国際大会が多いしかつ流動的、これって結構難しくて、でやっぱり最初3年間に一番大事なことはやっぱ収益基盤をとにかくきっちり作ることなんですよね。そう考えるとやっぱり国際スケジュールに影響されないところでいかに試合するかの方が収益はやっぱ作りやすいです。例えば1試合を直前で変わった場合チケット収入払い戻し、マッチでスポンサーも結局解約、あと放送がもし入った場合放送に関するところのやっぱ調整があったりとか、まあ、結構事業基盤に大きな影響を与えるだろうっていう、まあ、今まで議論してきた流れはっていう形で、まあ2月に開始しましょう。ただまあ当然将来的には海外リーグに合わせた方がいいんで9月開始の方がいいのかねっていうのは当然あるんですけど、
でもまあ今一度今回現場の方も入ってもらって、まあ、もう一回冷静にそのメリットデメリットを、まあ、具体的なところでもう一回議論しましょうというのは全然私としても全然いいと思いますし、いずれにせよ選手含め現場の人も把握した形で進めた方がいいと思うので、まあ、引き続き議論してもらえばいいかなと思います。今ふと思ったんですけど、それって新リーグだけの話ですか、それとも、継続する JHL 側、ハンドボールリーグ側にも適用するって現在ですね、一応 JHL 側は9月から開始を想定しています。この制度設計案というのは、参加の締め切りのともリンクしているんですけど、それまでに出すとかでしたっけ。選挙どうしてはい、一応我々の一つ の目標としては、その8月末までの段階である程度の方向性を出したいというところを共通理解にはしています。ただ細かいところっていうんですかね、そのどういう制度の中で、どうするかっていうところは当然ながら今の既存チームの先行者利益は確保するんですけど、やっぱり新規で入ってきた人たち、もうその今の23チームの外側から入ってきた人たちっていうところの意見というのの尊重も当然出てくるかと思うので、そこは、8月末に一旦スコープ置いてますけど、一応年内までにはある程度の方向性を決めましょうというのは今の制度設計の中では組んでます。だから結論から言うと直接リンクはやっぱりしないですよ。やっぱそんな簡単に1ヶ月やったらそこらで決まる話じゃないと思うんで、だから大枠の話は多少もしかしたら何個か方針出てくるかもしれないですけど、はい、まあでも時期的に考えると理事会、実行委員会のスケジュール考えると、はい、まあ現実的ではないですよね。8月中に全ていろいろ決まるというのは。なのでまあちゃんと地に足つけて議論した方がいいなとは思ってます。その制度設計委員会ってのはそうすると、まあもっと細かい本当にリングのフォーマットみたいなところまで議論する場に今もなっているのかもしれませんけど、そもそもこういう委員会を作った方がいいんじゃないかって話になったのは、3月末でした、2月でしたっけ、3月末に行った参加の医師の確認 の申請期限が一旦延期になったときに、確か各チームとしてもその新しいリングに参加できるかできないかのもう少しこう材料が欲しいという中で、より具体的なそのリーグの形みたいなものがもう少しこう分かる材料を洗い出すために出した方がいいという、そういう問題意識があって、それでこういう設計ができていると思うんですけど、そうするとそれに照らすとそこでもう少し具体的なものがこう出て、それを見て初めてその新リーグに参加するしないっていう判断が材料を検討ですね、確信ができるという、そういう方理屈かなと思ってるんで、そこで出たものを見て、もし参加の可否を8月末までに判断するとしたら、それまでに何かこう提示できるものがないと、各チームとしてはそれを待ってる部分もあるんじゃないかなと思ったんですけど、おっしゃる通り で一番チーム側から来ている質問が多いのは、やっぱシングルエンティティに関するところなんですね。どういった形で権利権益と運営をどういうふうに回していくかというと、でここはちょっと制度設計の検討委員会とは別で、今リーグ事務局の方で今そのままとめてて、でまあ今日も理事会でも議論しましたし、あと8月上旬にも個別でチームの皆さんと議論する場を設定してるんで、まあ、そこでかなりの、まあ、具体的なものが少しずつ議論し始めて、お互いこういうやり方でやっていくと方がいいんじゃないかみたいなのが見えてくるんじゃないかなと思います。シングルエンティティに関しては事務局の方でやってますね、はい、ちょっと省令構想に関わるところなので、ちょっと引き続きご説明させていただくと、今日もう一つですね、審査委員会の規定について決議を取りました。最終的には理事会決議になるんですけど、いきなりボンと出てきてもやっぱ判断つかないので、いろんな申請があった8月末の書類をまずしっかり分析いただいて、あと個別ヒアリングしていただいて、あと論点なんかを明確にしていただいて、
委員会としての、まあ、推奨案という形で出していただきたいと思うんですけど、まあ、どこが審査通ります、通らないですと。っていうのを、まあ、まとめていただく委員会を立ち上げます。でこれは一般的に審査委員会は、まあ、いろんなやり方があるんですけど、今回やっぱりこう第三者の方できっちり中心に見ていただいてもいいかなと思うので、そういった考えのもと規定というのを作っております。で具体的には次のページにある通りで、基本的に委員を、まあ、5名で考えています。他のリーグの、まあ、審査委員会もだいたいこれぐらいの人数が多いかなという印象を持っていますね。定員を見ていただいた方がいいですね。こっちも分かりやすくね。規定が分かりやすい。はい、規定の方が分かりやすい。これもまたちょっとごめんなさい。はい、あのプリントアウトしてお渡しできればと思います。で、5名として、で委員長が一番、ね、まず大事になっていくんですけど、と結構大事なやっぱ財務とか、そこら辺の知識ある程度あることと、あと、まあ、競技の団体もしくは、まあ、リーグとかである程度経験者があって、やっぱチーム側の考え方とか温度感を含め分かっている人がいいかなという思いで、書いております。具体的には、まあ、2条2項に書いてある内容ですね。で他の4名に関しましても、こう2条3項にあるとおり、税理以外でもやっぱ法務に関わるところは結構大事なので、法務の方に入っていただくのと、あとハンドボール界以外の人がこうだけであると結構危険だと思ってるので、必ずハンドボール界である程度中立な方は入っていただきたいと思ってます。ただやっぱこうどっかに強く色がついちゃうと結構まあ危険なので、まあ、そこは公正に見ていただける方を今後選定していきたいなと思ってます。で4項目は当然そうですね、ある程度将来構想について理解が深くないと審査できないという形にしております。でそこの、まあ、5名以内の方々で公正に審査いただいて、最後理事会に上程上がって、10月ですね、10月に、まあ、最終的に決定する流れ。でここはかなり重要なポイントなんで、一言一句きっちりチェックしてますし、当然あのホームページもアップさせていただいて、公正に、とにかくチームの方々がね、あの不平不満があらず公正に判断するっていうプロセスが極めて大事だと思うんで、まあ、こういった形で進めていく予定になってます。ちょっとなんか話しておりました。そう、なんか新リーグ、今シーズン始まって、まあ、取材、まあ、なんかしようとしてたんですけど、なんか改めて思ったのは、地域がすごい偏ってるなって印象があって、はい、と例えば、まあ、東京だったらまずいくつかありますけど、例えば基本的にはやっぱ名古屋とか愛知とか、あの割と結構特定地域に固まりつつも、しかも結構偏った分散の仕方っていうしてるなって印象があって、そこら辺新リーグの構想の中で地域分散とかっていうのは話し合いとか議論ってあったりするんですか？はい、これも理事会でもう議論したんですけど、基本的に、2つありまして、1つは現在の、まあ、要はフランチャイズエリア、そこはもう基本的に尊重しますと、まあ、今おっしゃっていただいた愛知県は多いですけど、まあ、別に必ずここは愛知県に1つしかいないためで他のチームがどっかに移動してくださいみたいなことはしないです。で2つ目のポイントは、今後新しく新リーグに参入規模のチームに関しては地域のバランスは考慮するという文言を入れているので、 まあ、あまりたらればの話するのも良くないですけど、じゃあ例えば愛知県を新しく作りたいって時と、まあ、他の今ハンドボールのチームがない県で新しく作りたいといった場合においては、当然バランスは考慮するので入りやすさは異なります。で個人的にはやっぱりね、かなり偏っちゃってるので、まあ、もう少しね、特に東北とかね、北のエリアとかなんかは本当に少ないですし、幅広く進められたらいいなとは思ってます、地域的に。もう一つ最初、新リーグってユースは義務化って先ほど説明されたと思うんですけど、これってまあ結構 J リーグとか B リーグとか、まあ、他の V リーグもなんかやったりはしてるんですけども、結構なんか J リーグみたいにちゃんとやってるとこもあれば、
プロ野球なんかも、あれ義務ではなかったと思うんですけど、義務じゃないですね。なんかようやく力を入れてる感じですし、例えばなんか新リーグを他の団体でも作る際に、そういう項目を入れてたけど、なんか結局、項目にあるから形式上作っただけで、実質の活動なんかほとんどやってないみたいな、というのもちょっと過去、他のリーグ団体で見たことあります。なんかどこまでやる必要があるのかと、なぜこれを義務化しないといけないのかっていう理由って何かありますか？ユースのやり方ってやっぱりたくさんご指摘のようにあると思って、自分たちで自分回す自営でやるパターンもあるし、まあ、例えば、まあ、既にある団体に対して、まあ、連携取って名前を、まあ、お貸しするみたいな形も、まあ、多種多様あると思うんですね。まあ、それも、まあ、他の競技団体でも一緒だと思うんですけど、まあ、比較的フリキシブルに最初は対応しよう、OK にしようと思います。必ず直営と自分たちで回さないといけないんですかっていう質問も事務局来るんですけど、ユースのところは本当は大事なんですけど、やっぱり工数のかかる領域でもあるんで、やっぱ過剰な負担になるのは今のハンドボールリーグ全体にとっては必ずしも得策ではないと思っています。なので比較的フリキシブルな形で全然ご相談くださいという話にしています。で、将来的には多分いろんなこうやらなきゃいけないっていうレギュレーションをもっともっと固めていった方がいいっていう問題意識が今持ってます。あと、ユースにこだわるのは、まあ、特に今回ポイントになったのは12のとこだと思うんですね。バスケだと15だったりしますけど、やっぱりこう小学生年代でハンドボールを、まあ、やってる子ってやっぱなかなか少ないですよね。他競技転向でやっぱり高校生から始めるとか、まあ、そういう意味ではしっかり若い年齢の時から、まあ、競技に親しんでもらうことが、まあ、結構大事だと思いますし、アメリカでもいろんな調査ありますけど、やっぱ早い時期にやった方が当然その競技に対してこうより注力する傾向もあったりして、まあ、シングルスポーツに関しても やってくださいというつもりはないんですけど、まあ、でも早い段階で可能性を探りたいというのはやっぱあるので、まあ、優柔になってますね。あと他の理由は何かある？はい、そもそもやっぱり日本という枠の中で供給と需要のバランスで考えると、まあハンドボールだけに限らず、そもそもやっぱりトップチームだけがあったとしても、そこのトップチームに行き着くまでには当然ハンドボールを始めて約10年というスパンがかかるんですよね。そこのいわゆる供給元というのをきちっと保つというのが一つと、あとやっぱトップリーグってどうしてもそのギブアンドテイクでいうとテイクだけをもらいがちなので、やっぱそこで持っているその世界というものをちゃんと還元するサイクルを作りましょうっていうのは、これハンドボールに限らず他のスポーツに対しても同じことが言えるんじゃないかなというふうに思います。で、多分ここはたまたま僕らはそのトップリーグというそのリーグ戦をやる競技会を運営する団体ですけども、協会のその考え方というのともやっぱり密に連携していかないと、いつまでたってもその登録者数が増えないというところと、あとは普及という概念からするといろんなところのボリュームを増やした結果が普及なので、そこをちゃんと見据えて我々としてはまずはアプローチをしていくというところの意思の表示、意思の表れですね。はい、補足するとあれですね、U12 がすでに、ね、各チームもうすでに持っているところが多かったっていうのもやりやすい面も当然あります。あともう一回今松井から話しちゃって協会のやっぱ方針のリンクっていう面でも優柔にです。今更なんですけど、新リーグ多分浅田さん毎週毎試合いろんなところで見られていると思いますけど、はい、ここまでの感想っていうか、まあ、ベタなって聞いてもしないですけど感想と、もう一つちょっと気になったのがその今7月だけ無料で見れるJHL TV じゃなくて、はい、ありますプラネット、はい、あれちょっとあれ利用してみたりするんですけど、あれで評判どんな感じなのかなってちょっと聞いてみたい。はい、今年に入ってすごく私が思っているのは、各チームのちょっとマーケティングに対する動きが変わりつつあるかなと思ってます。で、具体的なところで申し上げると、例えばクリエイティブ一つにしても、で、北国銀行が動画作って、ね、ビジュアルもいいの作ってたりとか、あと車体なんかもそうですよね。まあ、あそこも毎年力を入れてますけど、今年もまた、まあ、ジークもそうですし、なんかまあ非常にやっぱりお客さん目線を非常に
意識し始めたチームが非常に多いなという印象を受けてます。あとプラネットに関してはちょっと後ほどですね、開幕の数字あるんでそこでまたご説明させてもらいます。ウェブでご参加の方々、何かここまでであります でしょうか。ご質問とかあれば受けさせていただきます。一旦この流れ、今プラネットの話が出ましたんで、ちょっと開幕説を、まあ、どんな感じだったかというと、数字のご共有は結構私大事かなと思ってるんで、はい、映せるかなと思ってください。その前に一個ごめんなさい、もう一つ、こう報告事項があります。本日の理事会で2021年度の厚労省の表彰対象者が報告されました。2021年度に、まあ、引退された方を対象に、この表彰規定に基づいて、今回ご報告がなされました。全20名になります。表彰対象に関しては出場試合数が100試合以上、もしくは、8シーズン以上というところのまず基本的な規定がありますので、まあ、そこの規定をクリアされた方というところで、入れさせていただいております。順不動で掲載させていただいておりますけれども、まあ、一番多い方で長田しおり、小室長田しおり選手が208試合であったりとか、男子で言いますと、大同特殊校で177試合、176試合という形で活躍をされた方が、まあ、昨年をもって引退して、まあ、今回厚労省 の表彰対象者ということで、報告をさせていただいて、またホームページにも掲載させていただきますので、そちらも併せてご確認いただければと思います。から、はい、開幕説、今先ほど足あれからお話があった開幕説のデータに関してです。はい、まあ、ちょっと数字がねちっちゃくて申し訳ないですけど、棒グラフ見ていただけると、これもホームページの方で掲載させていただきますが、右側のオレンジが今年の開幕で、左側が去年の青いやつが開幕ですね。で全体でいくと、両方ともコロナの影響下はあるんですけども、今年は開幕数で639人で、去年が、まあ、336人だったので、まあ、大体2倍弱ぐらいですかね、というような状況です。で特に男子の方が、まあ、比較的数字は開幕数が大きい状況で、まあ、700人近くかかりました。あとこれ開幕第1週目だけでね、1週目だけです。はい、でここ下に書いてあるのは、まあ、具体的な数字ですね。一番大きかったのが、エントリオのトヨタ合成の開幕戦です。そこはまあ1000人ぐらいのような状況です。続いて、で配信の視聴者数どれぐらい見ていらっしゃるんですかっていうご質問、結構メディアの方以外でも、まあ、チームの方も当然出てるので、で棒グラフはこれ同様、右側がオレンジが今年、左側が昨年です。で平均しますと、去年が大体3300ぐらいの視聴者数だったのが、今年2900になってます。要は減ってますね。で特に男子側が、まあ大きく減ってたりするんですけど、まあ、去年は YouTube でやってました。で今年は自分で ID 登録して、まあ、無料のプラネットを名前内に入れてやっていくっていうところで、まあ、大きくプラットフォーム変わったので、そういった影響のプラットフォームの影響っていうのはあると思います。去年多分同様 YouTube でやってたら、当然この数字の方はもう少しいいと思うんですけど、で一方 ID 登録することによって我々も、まあ、皆さんの、まあ、データなんかもたくさん蓄積できるので、ここからコツ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 数字を、まあ、上げていければいいなと思っています。ちなみに一番視聴者数が多かったのが、ジークスター対大同の立ち日の試合ですね。同点だったんですね、確かね。同点の試合で、それが5300ぐらいですかね。ぐらいあったので、たくさんの方に見ていただいたと。で最後が、今一番頑張ってるのはリーグの SNS なんですよね。私はなんか全然、
全く中身はお任せでお願いしたいですけど、若いスタッフを中心にビジネス事業系のメンバーがああでもないこうでもないな多分今してくれるとしてくれてると思うんですけど、インプレッションが去年に比べて3倍ぐらい増えてます。これやっぱたくさんの方に手届いてるんですけど、まあ、大きいのはやっぱ投稿数なんかもいろいろ試行錯誤しながら増やしてたりとか、あとまあ PDCA 回しながらきっちり現場の方がやってくれてる方がなんだろうなと私も思ってます。エンゲージメントも、まあ、去年に比べて4倍ぐらい増えてるので、まだまだもちろんたくさんニーズとは思ってないですけど、まあ、コツコツエンゲージメントを強めて、まあ、JHL 全体の価値を高めていけばなと思ってます。以上かな。最後は1枚、はい、なのでおおむね、まあ、スピリ出しは悪くないと思うんですけど、まあ、とにかくたくさんの方見ていただいて、あと今回今年は、ね、代表機期間活動が、まあ、秋口入るので、ね、中断期間も長いですけど、火を灯すことなく、もう3月のプレーオフでしっかり、盛り上げていければと思っています。数字大事なので一応皆さんにご共有までした。ありがとうございます。何か今までのところでご質問あれば、ウェブの方ももしありましたら手を挙げるボタンを押していただいたらご指名させていただきます。よろしくお願いいたします。先ほどの開幕節の視聴者数というのは、その試合時間のライブでの視聴者数ですね。それともあれオンデマンドでいけたんでしたっけ？できますよ、確か。開幕節に関しては、ライブの間の視聴数です。はい。ウェブの方いかがですか？ありますか？会場の方いかがでしょうか。他にありますか。逆にいかがですか。プラネットを使っていただいて。正直なこと言いますと、あれブラウザーベースじゃないですか。だからなんか例えばダゾーンとかだったら一回スマホで開いたらそのままタッチしなくてもずっと見れるんですけど、なんか視聴者で気づいたのは一応やっぱスマホで見る場合全画面表示じゃないですか。それは多分ブラウザーベースだからと思うんですけど、途中で暗くなってくるんですよね。定期的に触らないと明るさを。ああなるほどね。そうですね。なんかじっと見てたらいつの間にか画面がパッて消えて、もう一回そのロック解除してみたかみたいなって、めんどくさい。常に画面触っとかなあかんなみたいな。確かに。っていうのはちょっと感じましたね。ちょっと、はい、課題として意識しておきます。はい、どうぞ。今、JHL のホームページでもあんまり、なんていうんですか、バナーがないですよね。JHL プラネットのログインページにどうって言ってんだけど、なんかよくわかんないですよ。なんか全然どういうのわかんないですよ。動線ですよね。はい。はい、なんですかね。この R このここで押してんのかな。どうしてるっけ。なんかこれはもう出てるか。あ、出てるか。でも今はもう出てるんですね。このメニューでね。そうか。あのプラネットどうやってこれなんか JHL TV って間違えちゃったりして見つからなかったりとかして、JHL のサイトの中でちょっとここにすぐ飛べないっていうか、あれですね、 SNS を見ててもあれですけど、やっぱりその公式記録に関わるところですね、スタッツとかホームページのそこに対するご意見っていうのは私も当然ずっとチェックして認識してるんで、今回プラットホームページのあれでね、やっぱ仕組みを変えてちょっと現場が混乱していて、皆さんにすごくご迷惑をかけしているというふうには認識しております。ちょっと至急、ね、対応できるところはきっちり対応して、少しでも皆さんが、ね、見やすくて利用しやすいところにしていかないと、そんなのもできてないのに何がスーパー DX だっていう声も聞こえてきそうなんで、しっかり問題意識を持って改善していきます。言い訳するときりないですけど、でもちょっとやっぱりあまりにもお粗末だって意見は当然ご指摘の通りだと思うので、ちゃんとやっていきたいと思います。ちなみに
現地の会場はこれまで何試合ぐらい回ってらっしゃるんですか。もうこれ私ですか、はい、1、2ですかね、2見て、あと他は、教会の理事会があったりとかあったんでちょっと見れてない日もありますね。はい、で地方かな、 2試合見てるんですか。あれエメントリオ、あ、1試合だけだ、ごめんなさい。で、沖縄行く予定だったんですけど、ちょっとそこが急遽行けなくなってしまって、ちょっと事情で、症状あり。まあ、要は、その、会場での、その、肌感ってどういう感じられたのかなっていうのが、すごいちょっと、気になった。その、観客の雰囲気とか、なんか、まあ、なんかそういう抽象になるかもしれません。あ、はい。あ、ごめんなさい。2試合行ってますね。だから、立ち日の開幕節とエントリーを行ってるんで、2試合行ってますけど、両方とも全部で3試合か、エントリーは2試合やったんで、非常に、試合の、ね、内容も面白かったんで、反応は皆さん多いな、大きかったなと思ってます。去年はもう本当に結構お客さんほぼいない状況だったんで、まあ、そういう意味では少しずつ、まあ、リアルの場が戻ってきてるなと感じつつ、まあ、一方やっぱりね、これから新リーグなドック発展していくためには、まあ、とにかく、ね、満員にしなくちゃいけないと思うので、まあ、そこら辺のやっぱりいかにお客さんを向いていくかというところは、まあ、今後ちゃんとやっていかなくちゃいけないかな、まあ、リーグとチームは協力しながらですね、もちろんと思ってます。演出とか、その何て言うんですかね、ブースとかそういったところでなんか気になったとか面白いなって感じたり。いや、まあ、でも一番思ったのはですね、開幕節のジークスターですね。もう結構派手にやってたんで、開幕戦、まあ、気合入ってるなと、そのエース名含め、あとホスピタリティもかなりしっかりやれてたんで、それは印象残ってますね。他にご質問ありますか。大丈夫でしょうか。そうしましたら、以上をもちまして、定例のブリーフィングを終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。